はい、こんばんは、ハンドです。今日は MSX いじってまいりましょう。ですね。今回は何か、前回から進めていたということはありません。というか、ですね。まあ、ないんですけど、何をしようとしているかっていうと、ちょっとだけ書いといたんですけどね、当たり判定ね、やる詐欺の当たり判定。これがめんどくさいというか、なんかうまい方法ないのかなと思うんですけど、まあ、ベーシックで書く場合はね、わりかしまあ簡単というか、まあ、ベーシックでどう書いていたかと言いますとね、この行、ここでございます。ここの行でやっていることを、マシン語にね、置き換えたいなぁと思っているところなんですけど、ここね、ちょっとこう、詰まってると見づらいな。これ、ty は玉の、玉ってのは、これですね。この玉ね。この玉の、y 座標。まあ、カッコ i ってのは、まあ、配列ですね。玉の一個一個の、まあ、言わなくてもわかるかなのね。で、y1 ってのは、鉄球の、y 座標ですね。で、9ってのは、ここで4でね、0から3まで、まあ、つまり4つの鉄球の y 座標ということですね。ここでは、玉の、座標が、まあ、tyi っていうので飛んできて、で、そしてその tyi に対して、まあ、鉄球の、4つの鉄球の、当たり判定をね、くるくる回して、判断しているわけですが、まずは、まあ、本来、スプライトの座標の持ち方ってのは、y 座標、それから x 座標っていう順番なんですけど、ベーシック扱っているときはね、どうもっていうか、どうしてもね、x が先に来ることが多いんで、まあ、この if 文の中の、条件についても、まあ、x 座標の、判断をして、y 座標の判断をして、かつ、この bi、9イコール14って言っているのは、これね、スプライトの色番号を保持している変数なんですよね。鉄球の色番号が14番だったら、まあ、当たり判定のこの後ろの処理をしろよってことなんですけど、14番っていうのは今この、まあ、グレーですよね。グレーの色だった場合には、玉が当たるようにしなさいと。座標が、まあ、重なっていて、なおかつ、色が、まあ、グレーだった場合は、ts、カッコ i イコール0っていうのは、これは玉のステータスですね。0にするってことは、玉が出てないよってことにしろと。その玉は出てない。そして、ここでは、玉のその、まあ、座標をね、y 座標のね、下の方に行って、まあ、隠しちゃって、つまり、玉が当たったら玉が消えろってことですね。で、tt イコール tt-1 っていうのは画面上に表示されている玉数のことだったと思います。もうだいぶ前の話だからちょっと忘れちゃったけどね。まあ、多分そんな感じだったんじゃないかな。bi っていうのはここで言ってるのと同じ。ちょっと小文字だったり大文字だったりしてね、ちょっとわかりづらいんですけど、グレーだったのを当たったら、6、これ赤ですね。赤くしろよと。で、MX っていうのは、各鉄球の移動量なので、移動量を倍にしなさい。X と Y の移動量を倍にしろよと。で、T1、これはまあタイマーですね。何秒間、その赤い状態、当たってる状態を保持するのかっていうのに使ってた処理ですね。これは交換音。の処理と。なので、別に難しいことは何らやってないんですけど、この当たり判定のこの座標をね、その調べる処理っていうのがね、まだ生まれてこの方一度もマシン語でやったことがないものですから。まあ、めんどくさく感じちゃうんだよね。まあ、慣れてる人にとってみれば、なんてこともない話なのかもしれないんですが、まあ、どうやってやろうかと言いますと、ちょっとやっぱ字がちっちゃいよね、これね。字でかくしたいんだけどな。フォントのサイズ。なんでこれさ、普通のノートパッドみたいにさ、フォントのサイズ簡単に変えらんないのかな。なんかちょっとわかりづらいんだよね、設定方法が。拡張機能違うよね。Google 先生にちょっと聞いてみるか。前に聞いたような気もするんだけどね。このソフトは、なんだっけ。ビジュアルスタジオコード。ビジュアル、スタジオコード。フォントサイズ。拡大縮小するには、エディターのフォントを拡大するには、コマンドパレットでこれらのコマンドを検索、フォント、ズームなどと入力するのが簡単だ。それは、なるほど。キーボードショートカットが割り当てられていないので、頻繁に使用するのであれば割り当てることにしよう。コントロールをしながらマウスホイールの上下させることでエディターのフォントサイズを変更するための項目もある。あるけど、設定されてないんですね。コマンドパレットってどこでやるんですかね。なんか、昔やったことあるような気がするけど、ターミナルとは別かな。こんなところから、MSX のね、配信でやっているっていうね。まあでも、ひょっとしたらね、もしかしたら誰かの役に立つかもしれないのでね。エクスプローラー。どうやって、コマンド、なんかね、なんか検索するときとかにコマンドってなんか使ったような気がするんだけど、いやー、どれだっけ。忘れちゃった。デバッグコンソール。これじゃないな。コマンドパレット、あった。これだな。フォント、ズーム。エディターのフォントを拡大。コマンドパレット。これをやっちまうと、一回だけ拡大して終わっちゃうのか？どうやって割り当てんだい？コントロールをしながら、エディター、マウス、ホイール、ズーム項目もある。ユーザー設定、ワークスペース設定。なんか、どこだよ、それ。この前もさ、それやろうと思って結局やめちゃったんだよね。ないなぁ。まあ、とりあえずじゃあ、しょうがないから、プログラム、セッティングス、セッティングス、基本、ユーザー設定を開く。ユーザー設定、これか。で、ユーザー設定のワークスペースの設定。あったあった。これだ。チェックつけりゃいいのか。ユーザー設定書き、あ、設定が書き込みできないのか。そういや、そうだったよね。なんでこれ書き込み設定できないのかな。管理者権限がないのかな。ちょっと一旦、保存してですね。全然話進んでなくて申し訳ない。一回これ閉じて、どうやって管理者権限で起動するんだこれ。開くしか出ねえな。あったあった。管理者権限でして開く。そしてだ。設定。で、これチェック。あ、ダメだ。ユーザー設定に書き込めません。ユーザー設定入れて。あー、設定できないんだね。なんで？腹立つね、これね。しょうがない。こんなことでイライラしてもしょうがない。フォント、ズーム。フォンツ、あれ？ズーム、あれ？ズーム。あれ？ここじゃないのか。コマンドパレットでしょ？フォンツ、ズーム。なんでないの？さっきあったでしょ。ここじゃないのか？ここでやんなきゃダメなのか？フォント、あ、ここかやっぱ。ズーム。で、これを何回も繰り返せばでかくなるのか。めんどくさいけど、設定がね、保存されないので、しょうがないですね。少々お待ちを。ちょっと、だいぶ見やすくなってきたかな。ああ、いいですね。よし、じゃあこれで。はい、じゃあね、本題ですけども、やろうとしていることはですね、玉の座標が、これ今 DE レジスタに入れてるんですけど、あらかじめ DE レジスタに入れて飛んでくるようにしておきましょうか。DE レジスタに、玉の、セントアドレス。各、その、玉のね、が1画面に9個、表示できるので、各玉のセントアドレスが DE に入っている状態でこの処理をコールすると。で、そうした上で、HL レジスタに、鉄球のワークのセントアドレス。玉のっていうか、玉のワークのってことか。で、この4は、4回繰り返せってことですね。そしてですね。で、ここでやってるのはさっきベーシックでやっていたことですね。玉の Y 座標と、鉄球の Y 座標から15引いたものを、比較して、玉、これがね、頭の中でやんなきゃいけないからね、本当はね、図で書いた方がいいよね。紙に書けばもう、すごいわかりやすいと思うんですけど、つまり、玉からマイナス15してる、ということは、めっちゃ離れてる、状態、左側に離れてる状態。で、それが玉の Y 座標よりも大きいということは、めっちゃ右の方に玉があるってことだから、当たってないってことでスキップ。DE は玉の、玉のレジスタの、まあ、先頭アドレスには Y 座標が入ってるんで、そのまんま C の中に Y 座標が入ると。で、HL レジスタの方は、鉄球の、1個目の鉄球の、Y 座標が入ってると。で、それを比較するんだけど、その前に、鉄球の方は15引くんだから、サブ15。で、それから比較してると。で、比較したときに、A レジスタに入ってるのはこっちだから、この書き方だと逆になっちゃってるのか。で、だから、実際のところ、BM の Y 座標を引く15。あれ？まあ、カッコはね、ここの BM の、何の座標なのかっていうのをちょっと、まあ、わかりやすく、自分だけにわかりやすく書いてます。で、ここから、15引いたものから、玉の Y 座標、を、比較してるわけですよね。で、TM、こっちの方が大きかった場合は、なんだっけ、キャリーフラグが立つ。ということで、すっげえ頭の中がこんがらがってくるわ。で、まあ、比較してこっちが大きかった場合は、これ、あれ？でも逆になっちゃうな。これ途中まで書いてやめちゃって、こっちが大きいときに、キャリーフラグ、立つんだよね、確かね。そうですよね。うん。で、ということは、こっちがでかいってことは、これにならないってことでね。こうなるってことだよね。それで、キャリーフラグが立ってたらスキップするってのは、これは合ってない。じゃあ、キャリーフラグじゃないなら、スキップってことは、イコールか、ちっちゃかった場合は、スキップ？そうですね。これでいいってことなのかな？どうすかね？どうなんですかね？とりあえずね、やってみるしかないでしょう。それから、次。今ここをやったのが、ベーシックで言うとこの、まあ、ほんと、一部分だけだよね。で、スキップ、もし、キャリーフラグが立ってないってことは、こっちのがでかいっていうことですので、やっぱちょっとベーシックなやつ見た方がいいか。今やっているのはですね、これですね。で、ty の、玉の方が大きいかイコール。玉の方が大きいかイコール？大きいかイコール。うん、いいんだな。そうじゃなかった場合はスキップするってことだから、今のベーシックで書いたやつに当てはまらないってことなんで、いいんだと思うんだけどな。よし。とりあえず行ってみましょう。次ね。そんで次は、ベーシックではどう書いていたのかと言いますと、ここですね。ty の、玉の y 座標よりも、鉄球の y 座標にプラス15したやつの方が大きいという場合。その場合は、まあ当たってるとみなせよってことなんですが、玉の Y 座標、これはね、玉の方だから、DE レジスタに入っているので、そのまんま。で、HL は、これですね。あれ？あ、いいんか。Y 座標をまた取り出し直してます。レジスタに、Y 座標を取り出して、今度は、こっちではね、15引いてましたけども、A レジスタに15足して、で、今度また改めて比較してると。そうすると、実際は、これが、逆になるんだよね。そうですね。この状態になるとキャリーフラグが立ってるってことなので、キャリーフラグが立っているなら、あ？違うな。違う。キャリーフラグが立っているのであれば、もしくは、0であればってことですね。であれば当たってるってことですよね。あ？ちょっと待って。いや、いいんだよな。これ引く、こうだよね。で、こっちが大きかったら、キャリーフラグが立つってことだから、つまりは、あれ？これで当たってるって判断しちゃっていいの？あ、鉄球の方がでかかったら当たってるか。鉄球のY座標の方がでかかったら当たってる。つまり、これで合ってるってことだから、これなら、当たってるってこと、違うぞ。A には、鉄球の方でしょ？で、ということは、0かキャリーフラグが立っていた場合はスキップか。そういう場合ってどうするのがいいんでしょう。キャリーフラグが立っていればスキップ。そして、ゼロフラグが立っていた場合もスキップっていう、こういう風に書いちゃっていいんでしょうかね。ちなみに BC スキップっていうのは、ボムクラッシュスキップのことですね。で、これで4回、鉄球が4つ分チェックすると。よし、次は X 座標。とりあえず、X 座標と Y 座標を、スキップしなかった場合は、色のデータを、6にする。14だったら6にする。疲れて、もうちょっと今日疲れてきたな。じゃあ次、ベーシックの処理を見てみましょう。ベーシックの処理、いちいち切り替えるのめんどくせえな。こっちコピーるか。この行丸ごとコピーるか。よいしょ。そして、ここ。よし。じゃあ、まずはこっちからやろうか。これは、Y とやってることは同じだもんね。そうですよね。そしたら、ちょっと待って、DE、あ、E、HL。これで、は、E 座標から X 座標になったってことだよね。見てる場所がね。そして、これを同じことを繰り返すと。本当はこれも繰り返し処理をやった方がいいのかな。でも繰り返し処理って言うと俺、B レジスタを使った繰り返ししか知らないんですよね。まあでも何しろこれでいけるってことかな。で、ここでスキップしないでここまで到達してるってことは当たってるってことっていいのかな。で、そうすると、なんだっけ。アトリビュートの並び方って、色は、ちょっと待ってね。スプライトの初期化。弾の初期化、鉄球の初期化はどこだ？これか。違うな。ボム初期位置、弾初期化。ん？どこやはどこや。これか。あ、違う。これ今作ってるやつだよ。鉄球の処理。こうやって縦に長くなってくると、どこのあたりにどの処理があったのかだんだんわかんなくなってくるもんで、ビジュアルスタジオコードの方にね、コード書くときはこっちでやろうかなと思った次第なんですけれども。移動処理じゃなくて、初期位置決めるときはどこでやってんだっけ？これが初期位置か。Y 座標、X 座標、パターンやってカラー番号か。なるほど。わかりました。そしたら、ワークは、HL だから、インクリメント。で、ここに、これで当たったってことになるんじゃなかろうか。赤くなると思うんだけど。そして、これが終わったら、HL でしょ？そして、あれ？いいのか？ちょっと待って。y 座標は x 座標をやって、この位置にいるときに色座標で、ここで y 座標に戻ると。で、じゃあ、玉の方も、玉は繰り返さなくていいんだ。弾はまた Y 座標に戻る必要があるのか。ってことは、むしろ引くのか。X 座標を見ていた状態から Y 座標を見る状態に戻る。ということでいいのかな。わからん。で、このチェックの、コードはボムクラッシュじゃなくてボムチェックの方がいいのかな。ボムチェックにしとくか。ボムチェック。まあ、ボムクラッシュだろうがボムチェックだろうが BC なんで、まあいいでしょう。そしたら、どこでその処理を、入れましょうかね。描画する前に入れたいなぁ。ってことはペイントか。どこだ？あ、ここか。弾処理をす、移動処理をした。移動処理をした。当たり判定。あ、ここに入れたんじゃん、俺。クラッシュじゃなくて、チェックにすると。で、そこを呼び出す前に DE に、弾の、アドレス、ワークのアドレスを入れるんだけれども、それを、弾の数だけやる。めんどくせえなんか。B アドレス、B レジスタは今使ってないんだよね。よくわかんないけど、退避させとくか。そして、弾9回分。で、D レジスタに、弾のワークですね。そして、処理を呼んで、抜けてきたら、次の弾を、の Y 座標。あれ？こうじゃなくて、あれ？あ、そっか。いや、じゃあいいのか。Y 座標、X 座標、パターン、色。で、弾チェックじゃなくて、ボムチェック。用のループなんだけど、ペイント処理の中にあるから、ペイント処理のループ1ってことでいいか。J、N、Z、P、ループ1。どうかな？これでエラーっていうかもうフリーズしちゃいそうだよな。これで、試してみましょう。さあ、どんなエラーが出るかな？エラー出たね。エラー出ないわけがないね。どこだ？どこにいるんだお前は。ここか。こんな命令はないよって言ってるのか。これがね、なかなか覚えらんないんですよね。どれが良くてどれがダメなのかって、これは暗記だよね。中学生の頃だったら、いざ知らずだよ。もう、ね。年寄りだからさ。ってことは何？HL は OK で、DE はダメなのか。そういうことですね。じゃあ、DE に入れるのはやめて、IX か IY ならいいのかな？じゃあ、そういうことにしようか。IX。こう。DE じゃなくて IX。これでいいのかな？これで怒られないかな？そしてペイントのところで DE を指定していたのをやめて、こうか。これを IX にすると。あ！待って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 。ポップしてないね。IX とか壊れてもいいんだろうか。いいのかな。あれちょっと待ってよ。このコールの中で B レジスタ使ってるんだから、ここでプッシュしないとダメか。そして、ここでポップしなきゃダメか。で、IX ね。よし、行ってみよう。一応エラーにはならなかった。動かない。フリーズしておりますね。やっぱうまくいかなかったか。なんでダメなんですかね。どこがダメだったのかな。これ、コールしなかったらどうなるのかな。コールしなかった場合は、何もしないわけだから固まらないよね、きっとね。あら？なんかダメだったらしい。なんで？B に、この時点でもう B、なんつうの。スタックに逃がす。ここはでも別に関係ないよな。なんでダメなの？9入れてるでしょ？で、ここで出して戻ってるんだよな。あ、そっか、これはダメだ。これはダメだ。ここにないとダメか。昔ハンドアセンブラでマシン語の処理作ってた人はすごいよね。よし、一応エラーにはならなくなった。じゃあここのコールを入れたらどうか。当たり判定できたよ。できたけど1個しか反応しないよ。なんで？でも、なんかちょっと感動したわ。なんか当たり判定今できたもんね。1個だけだけど。ああ、感動した。ここで4つ。4つの玉でしょ？で、玉の HL レジスタに玉の先頭アドレスが入っ、玉じゃねえや、鉄球が入ってる。そして、HL レジスタは、ここで、Y 座標、X 座標、で、パターン、色。で、色の中身をログインして、次の Y 座標に持ってってる。これ、いいんだよな。これは、ちょっと待って。そうか。ここはこれをする必要はなくて、ここもこれをする必要はないと。で、こういうことができるわけですよね。IX レジスタ。これでどうか。行ってみよう。当たんねえぞ。特定の鉄球しか反応してないな。なんで？なんででしょう。HL レジスタの中身を見てるでしょう。で、Y 座標を見て、インクリメントしていって、X 座標を見て、さらに足してパターンでしょ？色でしょ？だから色、これは合ってんだよな。だから赤くなってんだもんな。でもここにこれを入れなければ、色の、色の座標を見てるわけだから、やっぱ足さないといけないよね。足すと次の、スプライトの、スプライトの Y 座標を見るわけだから、そんで、これは4でしょ？で、BC ループ。BC ループ合ってるよな。これなんでダメなんですかね。何か間違えてんだよね。IX レジスターはいいんだよな。IX レジスターに玉の、1個の玉を見てるでしょ？で、1個の玉に対して4つの鉄球をチェックしてる。で、抜けたら、次の玉をチェックしているわけですよね。ここ、抜けたら、今度は、IX レジスターを、これが、X、パターン、色、いいんか。で、Y 座標になると。で、繰り返してる。合ってんじゃないの？なんでダメなんでしょうか。これもね、いつもそうなんだけど、配信してる最中には気がつかなくってさ、配信終わった後ちょこちょこいじってると、ここかーみたいな感じになることが多いんですよね。今回の件に関しては、弾の当たり判定、弾の当たり判定というか、鉄球の当たり判定が、1個しかチェックしてない感じになっちゃってるよな、これだとな。このコールのこのボムチェックの中で、4回ループしてるはずだよな。なんで？わからん。やっぱ特定の鉄球だけだね。当たり判定をやってるのは。他の、今のは当たればすぐに色変わったけど、これが鉄球の戦闘アドレスでしょ。いやー、ちょっとわからないですね。私の頭脳では。当たり判定自体は合ってると思うんだけど、すべての鉄球の処理をしてくれていない。B レジスタも別に壊してないもんな。おかしいな。ちょっとわかんないな。ちょっと、どっかおかしいのがわかる方、ぜひ教えてください。そして当たり判定ってのはこういう風にやるんじゃなくて、こういう風にやった方がいいよっていうのがあればね、教えていただきたいでございます。ちょっとね、これは俺が知っている命令をなんとか組み合わせてそれっぽい動きができるように考えてみたんだけど、やりたいことはこの箇所でございます。ここですね。まず、ここまでか。で、色が何であるかっていうのは今ちょっと、それはまだ不問で、あって、座標の当たり判定だけの処理をね、まずはやりたいなと思っています。その当たり判定っていう部分にフォーカスした、で、しかも、ここではその鉄球を4個分ループさせて、その外側では、9個の弾を、処理。あ、ここか。9個の弾をね、ここでループさせてるわけですよね。でも、思ったよりはできた。これ、本当にね、今日多分うまくいかないと思ってたんですよね、完全に。てか、むしろフリーズしたまんま動かなくてどこが悪いのかわからないっていうようなものを俺の中では想定していました。ちゃんと当たってはいる。あとは、繰り返しになりますが、なんで4つの弾をチェックしてくんないのか。この中で4つの弾をチェックするはずなのにやってくんないんで、ふてくさりたいというところですね。BC ループ、BC ループ合ってるよな。よし、とりあえず、MSX ペンの方で書いちゃったので、これを、ビジュアルスタジオの方に持ってって、よいしょ。どこだ？このあたりか。これが、あ、違うな。これか。ここですね。玉が9回。ここをくるくる9回分。これは多分いいと思うんだよな。ここの処理は間違ってないと思う。この、コールで呼んでるこのボムチェックの中の何かが間違えてるのか。BM ワーク。BM ワーク、これだよな。BM ワーク。なっててね、全然面白くないですよね。申し訳ござらん。しかしわからん。なんで、これ、関係ないけど、これ消して、あ、そっか、ここにプラス1とかできないのか。じゃあ消さなくていいんだ。あ、これでいいんだ。まあ今日はこんなところかな。申し訳ない。今日はちょっと、なんだろう。進みが、本当は全部の弾がね、当たり判定できればよかったんだけど、なぜか、なんか2個できた。何これ？ちょっと当たり判定自体がバグってるのか？それとも2個だけ今いける状態なのか？プログラム的に。もう一回止めて、どれだ？弾か？弾がいけないのか？あれ？どういうこと？なんか座標のどっかがバグってんだろうな。ひょっとしたら、でもなんで、一個だけは確実にちゃんと意図したように動いてるように見えるんだよな。ほら。悔しい。悔しいよ。悔しいです。悔しいです。なんとか自分で、それを解決したいんだけどなぁ。まあいいや、今日これで終わりにしましょう。はい、じゃあね、ちょっと今日は、まあ、思ってた処理の、まあ、4分の1ぐらい、まあ、4つのうちの1個しかうまく動いてないんで、ぐらいのことはできたと。まあ、全くの無駄じゃなかったけれども、ちょっと消化不良な感じですね。何か、ちょっとね、分かったところがあったらね、教えてください。よろしくお願いします。今日はじゃあ、ここらで終わりにいたします。ではでは、また来週。さよなら。